はい、お疲れ様でございます。ただいま、私はこの道を見てパッて気づく方はまあおられないと思いますが、このトンネル、舞妓トンネル、さあこのトンネルが通ってるってことはどこ行ってるかと申しますと、はい、私、香川県丸亀市ですね。丸亀市の方に今向かっております。トレーラーでは四国は初かな。この前ね、ちょっとプライベートで旅行でね行きましたけど、徳島なんもなかったっすけど画角もちょっと普通の画角にしてみますか。こっちの方が綺麗に映るな。広角で撮るとなんかちょっと暗くなりますね。見えますかね、左前に。これあれやな、淡路、道の駅の淡路サービスエリアですね。とりあえず道の駅じゃない、淡路サービスエリアでご飯食べましょうかね。ご飯食べるところ撮影できるかな。照れちゃうな。ませんね、ちょっとまたね鼻づまりがひどくて、もうね風邪みたいなのひいてて、子供から打った風邪でもまた体調不良やったんでね、長いことちょっともう鼻声とかやったんで撮影しなかったんですけど、出口出たらえらいことになるな、これ。サービスエリアに寄らせていただきたい。ハイウェイオアシスじゃなくていいのよ。普通のサービスエリアの方でいいのよ。これこっちへ追ってる？マジで僕こう来たことないんよ、トラックで。乗用車でしか来たことない。ああ、まあまあ、うわあ、乗用車いっぱいやん。なんじゃやこれ。マジかい。なんでこんなに乗用車予算いけるの？ああ、もうトラックレーンガラガラよ。もうガラガラよ。余裕のよっちゃんよ。もう、なんてことはないっすね。よいしょ、ちょっとまっすぐにだけ止めましょうか。よいしょ、まあこんだけ空いてりゃ全然多少斜めっぽってます。あまり来えへんでしょ。よし、はい、淡路サービスエリアです。で、まあ、大型もそこそこ止まってますね。はい、ではちょっとご飯食べていきたいと思います。
ってまいりました。あんま美味しくなかったな。1300円もしたのに。声入ってたかどうか分かりませんけどね、ちょっと離れたところでね、親子らしき二人がもうずっと言い合いしてんのよ。もう声聞こえるからさ、もうなんか、まあちょっと車戻ってから話しましょうか。はい、車とりあえず戻ってきました。いやもうね、親子らしき2人がずっとね、なんかそれで失敗したやんか、いや違うよそれで、それでとか、なんかもうずっと話が平行線。お母さんと娘さんやと思う、多分多分よ。あの聞く耳立てるわけにもいかんから、とりあえずなんかなんか聞こえてきた感じね、なんかお母さんそれで失敗してるとか言って、なんかもう周りの人もみんなじーっと見てたよ。やっぱそりゃ見るて、あれはあんなもんはい、とりあえず出発していきます。エリアとか来るとちょっと変わった人もいますなちょっと変わった人は言うともあれやけど、周りの人めちゃめちゃ見てたね。いやそら見るやろって、あんなまあまあ大きい声で言い合いしてたからね。こっち徳島右、左、よし徳島。うわこれ手ぶれやばいな。いやちょっとドライブ動画というか夜景の高速をお楽しみくだされ。ご飯食べてる時もね、最初から撮ろうと思ったんやけど、あまりにも声がでかいから、声入るから、いやもうどないしよう思ったんやけど、とりあえずね、なんかその言い合いしてる親子の隣に人が座ったら、とりあえず声のトーンは落ちたから、あまあええわ、とりあえずこれで撮影できるわと思ったんですけどね。それでまあ急遽撮影しだしたんですけどね。
してるかはちょっとわかんないんですけど、街灯がなくて真っ暗です。前に車がいてるから、まあかろうじて道はわかるぐらいかな。ハイビームですが何も見えませんよ、こんなもの。映像ではね明るく見えてると思いますけど、実際真っ暗なんですよ周りが、初めて通る道ですしね、よう分かりません。まあとりあえず国道11号線というやつをとりあえずひた走ればいいとのことなので、とりあえず走ります。いやーしかし何もないあー何もないぞ、大丈夫かここら辺。はい、ここら辺から海岸線みたいですね。明るかったらね景色が綺麗やったんでしょうけど、残念ながら真っ暗でございます。はいなんか僕4トン乗ってる時ね、香川丸亀確か行ってるんよ。でね、この海岸線で、ね、帰り反対車線から通った記憶がある。景色綺麗やった記憶はあるけどな。まあ、ただちょっとね、帰りはね、今回はね、あの距離を測るのがちょっとミッションがあるんで、もう一個はあのあっちの方、あれ何だっけ、岡山の方に抜けるあっちの橋通って2号線で帰ろうと思います。でそれでどっちが距離的に近いか、まあ、時間的にもどんなもんかっていうので一応距離を出して、まあ、どっちのルートで今度から行くかっていうのをとりあえず調べるみたいなんで、いやしかし何もないね、真っ暗だね。まあ後ろから車来へんからええわ。後ろから車来たらこう自分のペースで走られへんからね、譲ったりせんとあかんけど、譲るところもあらへんやんか、こんなとこどないすんこれ。調べるっていうことですね。狭っ。さあのどかですな。あと思ったけども徳島とか香川とかって丸中めちゃめちゃ多いよね大阪にもそちらほらあるけど、こっちほどじゃないわ。こっちまあ今これラムーやけど、来る道中にほとんどスーパー丸中やったよ。これ右でいいやねんな。新しい道今作ってるん、これもしかして大丈夫この道で、ほんまに。え、これ通れるよね
通ったことない道やからマジ怖いんですけど。よいしょ、そう、まあ、あかんかったら U ターン過ぎてしまえや。目の前に小高い山が、山ばっかりですわ、ほんまこれ。ここらへん川が終わって、なんか関係あるんかな。山が近い、とりあえずこのまままっすぐ行ったら坂出っていうのかな、坂に出るで、坂出、そっから乗ってとりあえず橋を渡って、であとは2号線で帰りますね。いいですな、のどかで。これで追ってんのかな、対向車からトラックが全く来へんねんけど、すげえ不安。やっぱりね、こうね、トラックが要さん通ってるかどうかで、そこの道は通れるかどうかっていうのを調べるから、怖いんよね、全然通ってなかったりしたら。まあでも大きいコンビニやってトラック止まってるから、まあ大丈夫なんでしょう。これ坂出から乗ってピャーっと行って橋渡って、これは林間インターチェンジで降りるか。で、あとは2号線ですね。コンドルやろなぁ。しゃあないわなぁ、こればっかりは。